はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。今日もね、パナタンは、はい、ヤさんの近くにいますね。はーい。皆さんどうも、こんにちは。これね、えマ、ー、たまちゃんの暇つぶしさんのブログからなんですけど、非常に興味深い記事が出ておりました。考えさせられる記事でございます。はい、えー、私がね、えー、まあ、そうなんじゃないかなってちょっと思って、 っていたんですけど、やっぱりなっていうのが出てきました。はい。それは C の国の動きなんですけど、えー、うまくやってますね、あの国。はい。えー、まあ、国内はめちゃくちゃですけどね、あそこ。何うまくやってるかっていうと、国際関係でございます。はい。えー、中東ですね。 はい、えー、サウの字とね、イのランランですね。はい、イのランランとサウの字。非常に仲がよ、悪かったのに、両方とも、C の国の参加に入っちゃいました。はい。えー、まあ、例のね、えー、決済システムですね。えー、ブリックスということで、はい。えー、両方とも、決済システム、C の国の方に、 行ってしまいましたよっていうことです。えー、対立してたのにね。はい。うまくやりました。はい。そして今度は、ここでね、一気に賭けに出た、あー、肉まんちゃんでございます。何をかけてるかというと、ほら、今、あのー、和水にね、訪問したじゃないですか、肉まんちゃん。はい。えー、そこで、何をするかです。はい。で、えー、まあね、えー、 なんていうのかなまあ、C の国としてはね、中東からもね、中東からも和水からもエネルギーを買いたいわけなんですよ。はい。でね、えー、その和水の訪問の後、すぐ後、ゼレちゃんと会談をするということになってます。はい。すごい戦略的に動いてますよね。はい。えー、一方ね、えー、ダーのキッシーは、 インドに行ってますが、ああ、それは後で配信します。どういう目論みがあるのか。あ、言われているようなね、表向きのことではありません。はい。えー、すごいことが今裏で起こってます。はい。えー、こ,れこれをね、後であげたいと思います。はい。インドですごいことが起きてます。はい。えー、日本は遅れをとっております。はい。まあそういうことですよ。 えー、なんか、アメちゃんに言われたんでしょうね。ダーのキッシー。はい。なんとか誠意と。はい。インのドットがね、えー、力つけすぎちゃってどうしようもないと。はい。まあ、そういうことです。はい。えー、もう、もうダメですね。日本は。はい。えー、戦略的に見て遅れてます。それでね。まあ、あの、タイのワンワンの問題もありますけど、えー、あれはね、えー、絶対に、多分、 部の力力では、ああ、やらないんじゃないかなと思ってます。はい、えー、彼らはね、えー、私ね、それすっごい言おうと思ってたんですけど、部の力力もあることはあるんですけど、それよりも先にね、戦略的にね、こう戦略的に、えー、味方につけることをしてきます。まあ、 これ簡単ですよね。戦う、戦わずして勝つのね。あの、孫子の兵法をそのまま実行してます。はい。戦わずして勝つ。これが孫子の兵法です。いかにして戦いを少なくしてね、勝利を自分の手に入れるかっていうのが孫子の兵法の基本でございます。はい。日本でもね、これを実践している企業は、 結構あるっていうふうに聞いてますけど、日本人もね、孫子の兵法大好きですから。はい。でもね、ああ、これはすごい、これは素晴らしいって言って、取り入れてるところは少ないですね。こういうふうに戦略的に動いてね、えー、やるっていうことは、まあ、少ないということです。はい。だけど、肉まんやってます、これを。はい。えー、まあ、どういうことかというとね、タイのワンワンに関してもね、多分、 タイのワンワンの方から懇願してね、えー、ぜひぜひ、あの、お仲間に入れてくださいっていうようになってい、こうやっていくということです。つまりは、部の力を行使しなくてもね、えー、はい、はい、こっちおいで、じゃあこっちおいでっていうふうにやってしまうということです。この辺がね、シーの国の怖いところで、皆さんね、えー、なんかね、日本は本当にあの、西洋的なね、 そういった、あめちゃんの考え方に毒されちゃ、毒されすぎてるんだと思うんですけど、えー、つまりはそういうことなんですよ。あのー、結局ね、お米ですね。お米。はい。日本はどんどん減誕政策してます。で、米の買い取り価格も低くなってます。そんなところでね、えー、沖縄のね、米どころのね、石垣島をね、はい、えー、武力の島とかにしちゃいました。で、もしね、万が一、 沖縄の米もね、ええー、まあ、ちょっと収穫量が減っちゃったりすると、やっぱりね、えー、他のところにはまあ回せないんで、はい。ええー、まあ沖縄、今まで、今まででもね、ほとんど沖縄でしか流通してなかったんで、これがますます減るということです。えー、そういう時どうしてくるか、はい、食料をね、はい、縦にしてくれるでしょう。 C の国上手なんですよ。はい。食料自分のところでいっぱい生産してます。いっぱい生産してて、しかも他の国からもめちゃくちゃ買いだめしてます。意味わかりますよね。これね、戦略的に食料を使われると大変なことになりますよっていうことです。我々が考えてるよりも、1枚も2枚もね、多分ね、えー、戦わずして手に入れるっていう、そういった戦略思考が、 身についていると思ってます、私は。えー、なので、ね、本当にね、日本のね、やることを見てると、何やってんだってしか思わないんですけど、まあ、そういうことですよ。はい。えー、よく考えましょう、皆さん。はい。えー、大事なものは何なのか、あ、よく考えないと、大事なものを失ってしまう結果になりますよ、ということですね。 ええー、まあ、あとですね、えー、タイのワンワンに関しては、いろんなね、ええー、まあ、いつもね、ええー、お話ししてるね、ええー、キモントンコの、おまあ、東洋の数秘術ですね、ええー、まあ、その人たちがあ、計算できる人たちですね、があ、武力ではなくて、条約で多分一緒になるだろうって言ってます。はい。 ええー、まあ、多少ね、小ゼリアはあるかもしれないですけどね。はい。まあ、そういうことなんで、まあ、ここら辺を計算ミスしたら、とんでもないことになるんじゃないかなって私は思ってます。はい。えー、そういうことでございます。えー、なので、えー、まあ、とりあえずこちらの記事も貼っときます。どういうふうに、えー、C の国々がね、戦略的に動いているかです。はい。えー、まあ、 彼らの国はね、まあ9割があれ、あれ食べちゃってるんで、まあ残る人は少ないですけどね。はい。えー、なのでね、えー、人がどんどんね、流出するっていうことは、まあないとは思います。はい。グ、えー、ンとかね、はい、グーンとかね、はい、あれ、あれですから、あの、ほぼ全部食べてますから、はい。そういうことです。えー、で、えー、我々の <laughs>、 食べてるものよりももっと強力ですからね。はい。えー、大変なことをきてますから。はい。まあそういうことですね。えー、とりあえずこちらの記事貼っときます。私たちは本当計算ミスばっかりやってます。あのー、アウトセーフはね。はい。計算ミスだらけです。はい。えー、まあこれがわざとなのかどうかわかりませんけどね。はい。まあそういうことです。 それでは、あまたごきげんよう、沖縄おばばでした。